今見れてる？オッケー。ちょっとなんかうまいこといかんな。これは。いけてる？あ、見てない。見てへん。見てへんか。だって全然つながらんかもしれん。よし。はい。よし。さあ、どうでしょうか。よいしょ。昨日の続きで。なんか、正体みたいなのが言ったかなと思うけど。そうっす。あ、ここは出られてる。なんか見えてる？なんかいいでしょ。なんか見えてる？まあ見えてへんかったら、直接でもいいけど、手元で見てもらった方が見えやすいかもしらんからね。必要なところは、スクショもできるし。ん？誰か入ってる？誰や？私です。ファンの、あ、違う。はい、いいですね。はい、では。それでは始めます。昨日のアライメントのところは大体理解できた。はい。わからない。すべてクリアですか？プログラス。はい。大腿骨、それから脛骨。今それぞれアナトミカルアキス、それから、メカニカルアキス、2種類ありますよということ。で、まあ、FTA と、それから HK の違いというのを理解してもらったと思います。で、この HK も最近はね、この普通に僕らが見てる HK のことをメカニカル HK という、言い方ですることが多いですよね。なんでメカニカルかって言ったら、要するにメカニカルの、アキシス同士、大腿骨と脛骨の軸同士を見てるから、メカニカルって言います。で、それに対して、まあ、次出てきますけども、アリスメティック HK というね、計算上の HK というふうなことも最近提唱されてきました。で、膝の筋弁、筋棒のところの、アライメントっていうのをいくつか覚えておいてもらいたいのがあって、ラテラル、ディスタルフェムラルアンクル、LDFA、それから MPTA、メディアルプロキシマルティビアルアンクル、まあ、これは、機能軸に対する、大腿骨、それから脛骨の関節面の、ことになります。で、これをちょっと紐解いていったらね、ラテラルっていうのは、この、外側ですね。外側のディスタルフェモラール。ディスタルフェモラールと、このメカニカルアキシスの間の外側の。で、論文によるとね、MDFA という人もありますね。メディアールのディスタルフェモラールアングルという人もあります。で、対して、MPTA というのは、脛骨の骨軸に対する、脛骨の関節面の角度ですね。関節面傾斜ということになります。で、まあ、大体それは、大腿骨に関しては3度、ね、内傾してるというか、まあ、少し外反してるわけです。関節、脛骨の関節面に関しては。で、じゃあ大腿骨の関節面ね。で、脛骨の関節面は3度内反しています。これが、まあ一般的。ただ一人ですごくバリエーションがあるし、まあそれそのものがその人のフェノタイプというかね、その人のまあ特徴であるというふうな考え方になってきてるんですけども、まあその二つがあります。で、さらにね、この LDFA も実は ALDFA というのと MLDFA というのを2種類使い分けてる人がいます。ALDFA というのはアナトミカルの LDFA。要するにこのショートフィルムやったら、この機能軸がわからないわけやから、機能みたいなね。アナトミカルなアキシスに対しての関節面を表現している人もいます。それの ALDFA。で、対して、このようなね、大腿骨頭中心を目指している軸に対しての関節面の角度を MLDFA、メカニカル LDFA というふうな人もいてる、ね。まあ、ショートフィルムで見る限りは、アナトミカル LDFA の方が、まあ、リーズナブルって言ったら、リーズナブルかなと思うんです。
で、かたや MPTA、まあ、昨日言ったみたいに、アナトミカルとメカニカルと、もうほとんど変わりがないので、まあ、メカニカルの MPTA というふうなことが多いですけどもね。まあ、これはかたや3度ぐらい傾いてると言われてるんですけども、日本人もっと傾いております。で、うちのところで調べたら、だいたい平均 5.5 度ぐらい傾いてます。で、まあ、この時の表現方法ですけどもね、まあ、このように、ここに書いてる、この半円のね、角度のように、例えば LDFA87 度、MPTA86 度、5度っていうこんな表現のこともあるし、その垂直を0度としてね、そこから外反をプラス、内反マイナス、プラスマイナスで、ことが多いです。で、まあ同時に HKA に関しても、まあ昨日も言ったと思うんですけども、基準を0とする人もいてたら180と切る人もしています。まあ、これが決めの問題だから別にどっちでもいいんですよ。で、まあ、通常分かりやすいのはもう内反方向をマイナス、外反方向をプラスした方が分かりやすいと思うんですね。で、じゃあこれを使って何が分かるか。ね、ここに書いてるように、脛骨の関節面と大腿骨の関節面っていうのは、やっぱり本来は0度だと、正しい。平行ですよね。普通のレントゲンで見たら。なんでかって言ったら、大腿骨、あ、ごめんなさい。内側コンパートメントも外側コンパートメントも、すべて軟骨が正常やから、内側も外側も軟骨の厚さが等しいとしたら、ほぼほぼ0になるはずです。だからこれが、OA になってきたら、例えば内側 OA やったら内側が詰まってきますよね。で、外側が開いたままになってる。で、この両方の関節面の間に傾きができてくる。わかる？で、これを JLCA と言います。ジョイントラインコンバージェンスアングルということになります。で、これが大きくなればなるほどね。辺摩耗、内側、もしくは外側の摩耗が大きくなっているというようなことが言えます。で、極端な話、脛骨に骨欠損なんかできてきたら、すごい値になりますよね。で、これを、ジョイントラインコンバージェンスアングル。で、それを、表現するのに、まあ、内側の OA でしたら、内側が詰まって外側が開くんで、それがラテラルオープンっていうような表現したりするね。で、逆に外側 OA の場合は、外側が詰まって内側が開くからね。メディアルオープンっていうふうなことを表現することもありますし、内側が詰まる方をマイナス、外側が詰まる方をプラスで表現することもありますけどね。まあ、それは決めの問題。要は、このJLCA っていうのは、その、大腿骨、脛骨の関節の傾きであり、で、まあ、それを言ったら、何を意味してるかって言ったら、まあ、辺摩耗やね。それぞれのコンパーテント面との、軟骨の摩耗具合。ひいては、まあ、OA のグレードなんかね。まあ、経路分類なんていうこともありますけども、まあ、JLCA なんかを見たら、だいたいちょっと分かってくるかなというところです。で、まあ、余談ですけど、これ、ちょっと最近調べてるのは、この JLCA というのがストレスかけたときにね、どんだけ変わってくるか。要は、どんだけ OA になってても、ストレスをかけたらゼロまで戻ったらね。で、その内反は、コレクタブルである、矯正可能であるというふうなことが言える。まあ、それであれば、オクソード有形の適用やというふうなことを感じることが言えるんで。まあ、そこに限らず最近、この、ストレスかけた時の、どうなるかっていうふうなことが割と注目されています。はい。で、そして、ジョイントラインオリエンテーションアングルというのがあります。で、これは何かっていうと、ちょっとこの図には書いてないんですけども、この脛骨の関節面ありますよね。MPTA とか JLCA 測るときの脛骨の表面の関節面と床との角度です。で、これ面白いことに、正常な人ではほぼほぼ平行になると言われてるね。で、脛骨の関節面は脛骨の軸に対して3度傾いてるにもかかわらず、立った瞬間には平行になると言われています。
で、なんでか理由はわからないんですけども、まあ、当然、昨日も言ったみたいに、足っていうのは股関節のオフセットがあるからね。外に開いてるよね。で、その股関節のオフセットのまま足を開いて立つ人ってあんまり少なくて、どっちかって言ったら足がすぼんだように立ちますよね。別に胸骨しなくても自然に立った場合。で、このまあ、立つのは大体自然に立って思ってますね。その人がもう普通に立った状態で。まあ中には足幅なんぼっていうふうに決めてる人もいるんですけども、決めずにもう普通に一番安定するように自然な状態に立ってもらってるっていうふうなことが多いんですけども、で、結局その状態では、少し脛骨自体が傾いてるわけ。まあその角度が3度ぐらい傾いてるから結果的に、ね、水平になるっていうふうなことなんですけども。ただこれ、悲しいかな。日本人、さっき言ったように、だいたい平均5度ぐらい傾いてる人が多いから、普通にだったら、結局、内側に傾いてる人は多いけどね。まあ、欧米とかの報告では、OA になったとしても正常な人でも、このジョイントラインというのは、床と平行になってるよという、報告が多いです。とにかくこういうふうなものも、一つ、ここから分かる指標、水平線引かんとあかんけどね、っていうのがあります。そして、ここから、まあ、最近の、注目されている計算なんですけども、この MPTA から LDF。で、例えばこれが85度。ね。これが87だったらとしたら、85-87はマイナス2って出てくるね。っていうのは、結局これが、この、もしも GLC が0になる。この状態で関節面が平行になったとした時の HK を示してるわけ。わかる？これ GLC が、内側が詰まってる。だからこのメカニカル HK はかなり大変になってるけども、これをぐーっと元の状態、まあ、ストレスをかけるか、時間を巻く戻しにして、で、軟骨が正常な状態に戻したとしたら、その状態ではこの頸骨の関節面と大腿骨の関節面が平行になってるから。で、その時の、アリスメティック HK。要するに、この角度とこの角度から、これが平行になったとした時の、この2つのね、機能軸の角度っていうのは計算できるわけです。で、それがアリスメティック HK で、それが本来の、その人の持ってる下肢アライメント。をある程度推察できますよというふうなことが、まあ、最近言われます。で、もちろんね、生データ、これちょっとよく考えてね、MTTA と LDFA、ここから MBTA から LDFA を引いたら、ね、AHK は出るんですけども、で、さっき決めたようなね、頸骨の内反が例えば3度、大腿骨の外反が2度というふうなことになったら、3度から2度引いたら1度ですね。1度内反。まあそういう計算もできるわけですね。それはどっちでもいいんですけども。要するにまあ、頸骨の内反の度合いと大腿骨の外反の度合いを相殺したら、どれだけなるかっていうようなことです。で、これはその人の、本来のニュート、ネイティブな状態のアライメントも示すし、で、同時にキネマティックアライメントをそのまましたとき、要するにキネマティックアライメントでは、関節面と平行に、関節面というか、この骨の表面と平行に、骨切りをして、そこにコンポーネントを乗せていくことになるので、そのまま純粋にキネマティックアライメントしたときの、術後のアライメントが、その2つの意味で、有用やと言われていますね。まあ、1つはその人の、ニュートラル、ネイティブな時の、正常な時のアライメントの推測。それもう一つは、キネマティックアライメントをそのまました時の術後アライメントの推測に使いますよ、というふうなことになります。で、もう一つが、ジョイントラインオブリクイティって言って、逆にこれとこれと足したやつです。
で、大体ここに書いてるけども、頸骨も大腿骨も大体内側に3度ぐらい、傾斜しているわけです。ありがとうございます。ということは、例えばこれが大腿骨の傾斜3度起きてるとして、この分がね、87になるでしょ。で、こっち側も87になります。それになったら、何本になる？どこ打ちました？174度になる。87×2 度で。両手とこれがもしも両方とも垂直やったとしたら、いわゆるメカニカルやったとしたら、180度なんだけども、内側に傾いてるから180度より少なくなっちゃう。動きますね。はい、っていうのは、これ内傾してる。で、それが頭の、APX ディジタル。内側の方に、両方とも内側に傾斜してる。じゃあ、ちょっと頭だけね、画像の検査させてもらいますね。頂点が下に来るんで、エペックスディスタルというふうな表現です。で、逆にね、これが MBTM、LDFM90 度より大きかったら、要するに関節目が外傾しているとしたら、今度は上向きの凸のね、その両方のジョイントライン。まあ、じゃあちょっと今から頭の検査しますので、このエペックスプロ首はもともとあれですかね、ちょっと、頸髄損傷があるんかな。で、そういうふうなことです。LDF、MBT をして、AHK、それから JLO、チョイドナイオブリックリティの計算して、というふうなことで、最近はいろんなことがされております。ということになります。はい、今日は以上にします。じゃあちょっとね、検査するの少し前でお待ちくださいね。